それどうも。今回は中華を作っていきます。作っていくのは天津飯。日本発祥の代表的な中華料理の一つですね。僕のチャンネルを日頃からご覧の皆さんは薄々お気づきかと思いますが、割とマジで中華料理が好きです。この天津飯ってやっぱりこうサクッと作れますからね、お夜食に最適なんですよね。あ、これちょうどあの遅めの夕飯作ってる時なんですけども、少ない材料でシンプルに美味しく作っていくのが醍醐味ですね。先ほどの長ネギ同様、この椎茸も薄切りにしていきます。軸のところも外側の硬いところは外して刻んで加えます。そして天津飯に欠かせない卵は今回4つ用意しました。これでだいたい2人分くらいですかね。要は2回作れます。この前レストランのまかないで天津飯を作って食べたんですけど、その時の作り方がですね、あの卵にたくさんのごま油を入れるやり方で、それがすごく美味しいよねっていう話になりましてね、割と入れるんですよ、ごま油を。なので今回もごま油たくさん入れていきます。なのでこのレシピのポイントとしては、いかにこうビビらずにごま油を入れるかっていうところが重要ですね。そこに少しオリーブオイルも香りとしてね忍ばせると美味しく仕上がると思います。卵に結構オイルは加えたんですけど、こうすることによって火を入れた時に非常にねふわっとした仕上がりになって、それが食感としても最高なんで、ぜひねおすすめしたいです。この後はフライパンを用意して甘酢のあんを作っていきます。まずはバターを溶かし入れて、少し温度が上がってきたところにですね、オイスターと醤油を混ぜておいたものを加えて全体的に混ぜ合わせます。ここでまずしっかりと合わせておいた方がいいですね。そして鶏のブイヨンを加えていきます。これは中華の鶏ガラスープの素とかでもいいですし、あとはチキンコンソメなんか使ってもね、味の変化があっていいと思います。それと黒酢ですね。おすすめは黒酢なんですけど、まあなければ普通の酢で大丈夫です。ただね、できれば黒酢使ってほしいですね、全然違うんで。もうこの時点でうまい。あとは砂糖を少し加えて甘めに仕上げていきます。全くね甘さいらないっていう方はこの時点でもう砂糖は加えなくて大丈夫です。まあでもね、やっぱりちょっと甘い方がね美味しいですよね。あとは肝心のとろみをつけるために片栗粉、慎重に加えていきましょう。ダマにねならないように、ほんのりこう沸いてるところに、まあこのような感じでゴムベラとかで攪拌させながら加えていけば大体大丈夫です。この後は卵の火入れなんですけども、先に薄切りにしておいた椎茸とあと長ネギですね、軽くソテーしていきます。フレッシュの状態で卵にカニカマのように加えても良かったんですけども、そうすると若干火が通りづらいかなと思ってて、卵をね火入れる時間っていうのは非常に短いですから、このようにあらかじめ野菜の甘みをね引き出しておいた方が美味しくなると思います。もうそれはそのまま卵のね中に加えちゃいましょう。そして次はここからが本番ですね、卵の火入れです。もう全開強火ですね、全開にして、あとはもうさっと全体を合わせるだけ、手短に済ませましょう。外側から内側に、あとはこれで完成ですね。かなり短いですよね、もう終わりかってね。それじゃあ盛り付け、ドレッセンに行きます。
熱々にしておいた卵の上にたっぷりとこの半熟の卵を添えて、卵がいい感じに盛り付けられたら、そのままの流れで熱々の甘酢あんをかけていきます。あんがこう卵全体にいい感じに乗っかるぐらいがいいですよね。それが一番美味しそうだし、美味しいです。いや、これは最高すぎる。余計な、なんだろうね、ものが一切ない。卵を楽しめるレシピ最高クラス。光ってる、このあんと卵が、ね、この卵の中にごま油が染み込んでて、それがすごくよく香って、卵自体もこうふわっとね、柔らかく仕上がってるんで、食感もこれ最高っすね。ネギもちょっとシャキッとしてて、それに加えてこのオイスターベースのあん、この黒酢がポイントっすね。こんなの出てきたらね、明け方まで食べ続けちゃう。というわけで、お夜食で楽しむ天津飯の作り方でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。お願いします。といいまして、イタリアのですね、グリーンピース、はい、右側、生ウニを添えてある方がコンソメのジュレをご用意しています。お塩を入れてます。あ、こちら、わら焼きにしたスパガツオでございます。ライムのフレーバーを添えた